エスカレーションで6時33分発快速大阪行きです。油木、甲賀、寺塩、江南、伊部川の順に途中京都までは各駅に停まり、京都から先は快速電車となり、長岡京、高槻、茨城、新大阪、大阪の順に停まります。まもなく発車いたします。空いているドアが閉まりますのでご注意ください。快速大阪行き、空いているドアが閉まります。ご注意ください。ありがとうございます。この電車は改札中、大阪行きです。
京都までの各駅と京都から先は長岡京、高崎、茨城、新大阪、終点、大阪の終点を終わります。そして京都から快速で下がります。電車はただいま8両で運転しております。途中草津駅で毎日4キロをつなぎます。一つから先は12両で運転します。ただいまこの電車のお手洗いは一番前の車両になります。車両は山崎です。途中京都までご案内いたします。次は小倉市です。お出口は左側です。次の油鈴木から先徒歩を自動で行きます。車内方にご協力いただきましてありがとうございました。お客様に携帯電話のご支援についてお願いします。各車両に設けております優先座席とその付近では混雑時に携帯電話の電源を切ってください。またそれ以外の場所ではマナーモードに設定の上通路はご利用いただきますようご協力をお願いいたします。次は油木です。
速高架高架です。降り口は左側です。到着と発車の際揺れますのでご注意ください。次は寺小、寺小です。
まもなく港南です。日本から手を離してお待ちください。
お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。途中京都から先、快速となります。普通大阪行きです。これから先、三雲、厚生、杉部、出原、一つ橋に、途中京都まで各駅に停まり、京都から先、長岡市を高槻、茨城、新大阪、終点大阪の終に停まります。電車は待ち遠くなっておりますが、途中二つ駅で前に4両、前に12両になります。一つから先は12両で運転できます。ただいまこの電車のお手洗いは一番前の車両になります。携帯電話のご準備についてお願いいたします。各車両に設けております、優先設備等との運転は、今月には携帯電話の電源をお送りください。また、それ以外の場所では、マナーボードに設定の上、通常はご遠慮くださいますよう、ご協力をお願いいたします。なお、これから今月してまいりましたね。ただいま、補助室の使用は停止させていただいております。各自でご了承ください。車長は山崎です。途中京都までご案内いたします。次は三雲です。
発車までしばらくお待ちください。
待たせいたしました。まもなく発車いたします。大阪行き発車いたします。最終ドアが閉まります。隣のフロアにご注意ください。お待たせいたしました。次は津原、津原です。
着きます。次の草津駅で前に4両つなぎ、草津から12両で運転いたします。草津駅到着までしばらくお待ちください。琵琶湖線安津前村方面ご利用のお客様がご乗り換えです。ありがとうございました。まもなく2つです。2番乗り場に着きます。お出口は左側です。まもなくいらしますと、電車が停止されますので、お注意ください。琵琶湖線安津米原方面お越しのお客様、確実に止まります。普通電車米原行きは、7時36分、5番乗り場から発車いたします。この電車は京都大阪方面に参ります。普通大阪行きです。2つを出ますと、南2つ、瀬田、石山、瀬瀬、大津、山科、京都、長岡京、高槻、茨城、新大阪、終点、大阪の順に止まります。途中、京都までは各駅に止まり、京都から先は快速電車となります。また途中、京都まで5電車が先に着きます。京都から先、高槻、新大阪、大阪方面には、あとの新快速が先に着きます。新快速電車ご利用のお客様、7時33分3番乗り場から新快速西明石行きをご利用ください。また草津駅で前に4両つなぎます。草津から先は12両で運転いたします。連結作業終了までしばらくお待ちください。またドアは自動では開きません。降りの際はドア横の開け閉めボタンを押してお降りください。ありがとうございました。まもなく草津です。また連絡の際、電車が大きく揺れますので、お立ちのお客様はご注意ください。
Thank you.